大宮口村、山口富士山大宮、村山口登山道大宮口村、山口大宮、村山口登山道は、富士山登山道の一つである。全員経路が、現在の静岡県富士宮市にある。史跡及び特別名称の文化財の範囲に含まれ、また、富士山世界文化遺産における、構成資産、富士山域の構成要素となっている。 富士山本宮あ間大社、大宮及び村山はそれぞれ富士山信仰の中心地であり、登山口を有する地であった。それぞれ大宮口、村山口があり、総称して大宮、村山口登山道という。大宮の東北に村山が位置し、その北に富士山が位置する。平成24年には文化財保護法の下に大宮、 村山口登山道の全域が史跡に指定され、また、富士山世界文化遺産の構成資産のうち、富士山域に包括されている。また、万円元年に、英国特命全権講師のラザフォード・オールコックが、外国人初の富士登山を行った際に使用された、ことでも知られる。遊戯地等廃ルートの推定として、学術的には、 富士山系マンダラズから読み取る試みが広く、なされている。富士山系マンダラズの代表である、憲本着色富士マンダラズには、東海道を経て東海する道社や回路を用いる、道社が描かれている。富士山系マンダラズは、道社のルートを意識した絵図となっており、上記の道社が、富士山本宮浅間大社に至り、枠玉池で禊そぎを行う様子が図示されている。 そこから東北に至ると、富士山京宝寺が位置し、村山浅間神社や大日堂、大統領権限、さらに北上し、中宮の八幡田宮、小室大日堂等が図示されている。当図で、同社は村山より上では、金剛図園を手にし、中腹以上では菅傘を被らず倒廃している。また、静岡県指定有形文化財の藤間あんだらずにも、 同様に否定できる図が確認されている。また、近世の記録として公力遠光案の天明6年、東外ンラン図略に、元吉原の富士宮という売店の様子が描かれ、店内に、富士山全城図と記した図が描かれている。このことから、登山案内図が商店などで販売され、同社が、当廃前に購入していたとされている。また、駿河国神風土には、 富士山に登る同社に、木綿毛差というものを作り手出すとあり、同社は、先達からこれらを買い求め事前に、倒廃の準備をしていた。大宮口と、村山口では、金銭以外の奉納物が収められることも多く、例えば、駿河国の遠州地方からの同社の場合遠州の、特産物である茶を奉納している例などが多くあり、宿泊代としている。大宮、 村山口登山道で、富士山頂へ向かう様子が描かれている大宮には、同社坊が存在しており、同社の宿坊として用いられていたと考えられている。この、大宮同社坊は、浅間大社の社人衆により運営されており、大宮同社坊危機機には、大宮同社坊のこと、古ニシ協力、天文年間派、本三十が予防有の油田府とある。 中世にはすでに整備されており、徐々に統合されていったと考えられている。また今川宇治テ藩物に見える、西坊屋敷や今川吉本藩物に見える、大宮西坊屋敷が、大宮道社坊の一つではないかとする指摘もある。近世諸島における、大宮、村山口登山道の様相を示す資料として、慶長13年の寺変名教習がある。 同6六月九日するが折りつて、富士山上するなり。大宮とことところ、三泊なり先そこにてこりを取るこりの第六分でして、大宮殿へ参なり、寺辺名教主は九玉池でこりを取り、浅間大社に参拝し、その後、村山の富士山工房寺へ至り大宮口と、同様懲りを取り、登山へ挑む様子が記されている。この際は、 村山三坊の内大岡が見棒に宿泊している。お室大日、中宮の塔を経た後、富士山でお鉢巡りを行う様子も記されている。また、富士山の区分を、茅原、深山、萩山と三段階に分けている。これら、富士山系万だらず、書本の様相と他資料の記述は一致しており、当時の南口における一般的な、 登山風習であったことが指摘される。現在も、富士山道の道標が、大宮口と村山口の間に残る。道標には、右富士山道とあり、右が東廃道であり、左は三宮御神行道となる。富士山教法寺の後ろ身である村山浅間神社、村山から東廃する場合や高登山となるため、その前に、 村山の宿坊にて宿泊するのが慣例であった。その際は、大鏡坊であることが多く、近世を通して同様である。前述の寺編明教習がそうであるほか、近世の当廃記録である、羽倉ら勘道が記した、天保九年、東雄秀歴玄徳祭が記した、文政十一年、不学行記等でも、大鏡坊に宿泊したことが示されている。また、 最国の道社も、大鏡棒を用いている記録が多い。村山様神社の西側が、登山道であったとされ、登山道に入ると、星神門が位置し、ここで、道社は、自らの名を、札打ちするという風習があった。慶長7年の資料によると、この星神門を呼び、札田は、村山三宝のうち大鏡棒直轄であったという。逆に、森林限界に近い、 室大日には東学門が位置していたとされ、これは近世末期の富士山全城図に星新門と同様文字で記されている。同図には室大日の位置に王城寺とあるため、室大日の別名が王城寺に該当するという指摘がある。この室大日は富士山中腹に位置し、中継地点であったと考えられ、富士山に演技では、 松大商人が改装したと記し、近海室のものや池西坊伝来のものに見られる。また、浅間大菩薩演技には、県庁3年、侵害6月14日、藤田木本大城寺によって書写し料布の奥書きがある。また、道図の室大日の部分には、茶屋ともあるため、休憩施設であったとされる。大法院秋山家資料に、 富士霊行所農札書様という資料があり、村山から頂上に至るまでの重要地点が記されている。当資料では、星新門、中宮の滝本岩や等の施設が記され、数々の行場がありそれに即した行法が存在していたことが分かっている。村山様神社のごま団と、く石城上術の東へう歴では、 馬返しや縁の行者の誇らのある笹ごり、おむろ大日堂等を記し、夜行登山の様子を記している。その後は、山頂の大日誇らに宿泊し、雷は夜勤明水を巡り下山している。富岳行記では、札田、中宮の八幡宮、大馬返し、おむろ大日堂等を記おむろ大日堂より、下は、樹木が生い茂っているがそれより上は禿山であるとし、 おむろ大日堂がその境であるとしている。富士山系マンダラズでは、おむろ大日堂を過ぎた地点で同社が松明を手に、東廃を行う様子が描かれており、夜行登山が行われていたことが示され、これは夜行登山後にご来光を拝むためである。表大日山頂には、大日如来を迎える大日堂があり、表大日と呼ばれていた。 山頂のこの白い池の西側も大日堂跡とされ、堂の礎石のような石が確認されている。村山口登山道には山頂に至るまでの過程で、石室が設けられており、休憩施設となっていた。各号目に設けられているが、中世の天文元年から近世にかけての記録が残る藤山団期によると、それらの多くを大鏡坊が持ち場としていた。 大宮、村山口登山道からお鉢巡りをする場合、まず、三島が学を巡配することになり表大日に、隣接しているが、この三島が学からは、鎌倉時代の経典の多多くの出土物があり、現在富士山本宮浅間大社が所蔵している。これらは、昭和五年に、狭窄採集と、その追加調査の際に発見されたもので、経典の多木格や同期、陶器等が、 同時に発見された。また、教官の中に、松大聖人と記されたものがあり、松大を拝する者による埋教が想定されている。大宮、村山口登山道を利用する同社は、西国からのものが多かったとされる。道登山道から、西国方面を見ていくと、まず、わり国からの統廃者が多く認められる。小割国でも地田郡からの統廃者が多いとされ、 それは遅くとも16世紀まで遡ることができる。さらに、西方面に視点を移すと、伊勢島では、富士参りを行う文化があり、現在でも行う地域が残る。公文富士市が記した、同社長によると、慶長18年に大宮口を利用した伊勢からの、同社数は280人に及び、これは、同期間の同社数の半分以上に上るという。 また東海道の道中には、室が設けられており、開江7年に、それらが記録されているが、伊勢の先達により混流されたものが優位に多い。このような、伊勢国からの奉納例はいくつか参見され、正尾寺に伝わる教法2年の、石像大日如来像は同様のものが複数、作られた上、一つは、富士山に奉納されるなどしている。海元年。 1848年の村山口の同社長によると、伊勢国からの同社数は、同年同期間で559人であったといい、両政国別では、駿河国より多く主位であったという。また、島国は187人であったという。このことから、西国からの統廃者が多かったことがわかる。これらの藤参りの定着から同地では、藤参りの歌が歌われており、 伊勢では伊勢三宮街道沿いに多く分布し、島では沿岸部に多く分布している。また、島国方の浅間神社では、祭礼の際に、藤参りの歌が歌われる。また道中や東海道の地名等がそれらに、含まれている。この海江元年の村山口の同社町には、現在の伊勢市東方浜町泥からの集団での、 東廃が確認され、時代は遡り、元禄2年の大宮口の同社長である、住州富士大宮本宮同社長にも、同地域からの集団での東廃が確認されている。このように、近世を通して、富士参りが長く継続されており、それは近代でも同様であった。大和国との関係として、加永7年の資料によると、 大和国添上郡南都と清水町の住人がたびたび富士山中に質の混流をしている。また、奈良市矢田原町には大宮、村山口登山道を描く富士山系マンダラずが伝わる。村山三坊の各坊は全国に旦那城を設定していたが、元六五年の時点では大和国一円は大鏡坊の旦那城であった。西国では他に京都、 大阪の富士五里が知られる。富士五里の初見は、黒川道有、日時記事という資料であり、鴨水の側に少女をこうとあるといい、富士五里は鴨川で行われていた。このように、富士山の信仰は広く、全国に広がっており、その中でも、大宮、村山口登山道の場合は、西国の終わり国や伊勢国、 島国といった地域から東廃するものが多く認められた。水神の森にかつて位置した宝歴八年の同票天章、慶長期の駿河国富士軍の有力者は交通の要衝である大宮に同社を集中させる政策をとっていた。天章年間には、井手氏が、西国の同社は、大宮を通過するようにという金星を出し、慶長年間には、井手摩擦具が、 同様の内容の金星を岩本に掲げている。共に、井出氏が関わるものであるが、この井出正次は、慶長六年に、島守に助任される有力者で、この時、大官頭に次ぐ地位にいたとされる、富士軍の支配を担当した人物であった。また金星になると幕府によって、取り決めがなされ、漢文二年には、大宮大官である、井出東右衛門と、 鹿島大官が、同社が大宮を経ず、村山に行くことを禁ずる制作を、それぞれ出している。また、完成10年には、公文富士市の富士長が、同様の内容の制作を出すように、にラ山大官所に、願い出ており、二良山大官はその意向に沿って、完成11年に制作を出している。このように繰り返し同様の内容の制作が出された、背景として、 西国の同社が、うるー、川を渡った後に、大宮を経ず直接村山に向かう例が見られたためで、ある。また複数回出されていることから、制察でも歯止めはかかっていなかったとされている。幕府により、大宮を通ることが義務付けられているという認識は、西国においても同様であり、元禄2年の文書によると、三千条を行っていた松江寺は、 山城、山和、山州、遠州と数カ国者大宮村山通りと座見しはず、君吉御邸に異魚座高校、森武文書と述べ、終わり国からの同社は、大宮、村山口を通ることが、幕府によって取り決められていると述べている。またこの松江寺にも富士山系マンダラズが伝来しており、松江寺伝来の富士山系マンダラズでは、富士川を渡った後に、富士本堂へ入り、 その後、大宮、村山口登山道を用いるルートが示されている。しかし近世を通して、大宮を経ずに、村山へ向かう同車は存在しており、吉原塾から村山へ北上する、村山道が存在していた。また袋に関しても、大宮を経ていない例が散見され、例えば現存する、富士山禅上図には、往路で通った、富士山本宮浅間大社を経ずに、 村山から直接水神森方面へ至る下行道が示されている。つまり、幕府の取り決めとしては、大宮から村山を経て、富士山町に至り、その後下山するのが、表口のルートであった。しかし実際は往路、または、袋で、大宮を経ずに倒廃を行う例が存在し、逆に、富士山帯により、近い村山は、往路、袋ともに経由されていたと言える。 村山様神社の水ゴリ場村山口登山道は村山修験者が富士峰修行を行うために用いる東廃道でもあった。村山修験の在地活動として富士峰修行や祈祷等がある。富士峰修行は各工場で修行を行いながら村山口登山道を東廃し富士山頂上まで至った後下山して 富士山南六の各地を巡回し、村山に帰参する修行のことである。またこの村山口登山道は、祈祷のために用いる道でもあった。年中行事として6月吉日の御講義五大山があり、この際は、池西坊が歌手元の主元者を引き連れ、五室大日堂まで登山をし、幕府に対する祈祷を行うものであった。 天皇皇族実録によると法永4年12月8日の村山参謀による富士山儀祷の記録が残り、これは江戸幕府により発令されたものである。このように祈祷は向上的に行われ、主言者が村山口登山道を用いて礼拝所に赴いていた。富士山の登山道は現在でも合目という区分が設けられているが、それは旧来も同様であった。 現在は十号であるが、中世以前の村山口は八号であったとされる。藤滝元王城寺にて書写したと奥書きにある、浅間大菩薩演技には、発想は、いわゆる頂上なりとあり、中世の村山主言においては発想の階層で、考えられていたことがわかる。また東、泉院に伝わる、富士山大演技には、発想を立てとある。 このうち富士山演技書本では、寛一氏の所在は五層目としている。このように中世の村山の記録では、発想が唱えられているものの、同じ村山であっても、近世の富士大演技では六道に、正門、緑里氏、菩薩、仏を加えた、銃を改装としている。また同じく近世の記録である、羽倉寛道、東遊日歴では一の木戸が一号であり、 ここから山頂までの間で十号に分かれていると記している。このように近世には、祖号の階層感が一般化していたと言える。かぐや姫説話を含む富士山に演技を伝える、安養寺大宮、村山口登山道及びその関連地には、富士山とかぐや姫を結びつける伝承地がある。富士山南六の各寺舎には、 かぐや姫説話を含む富士山演技が伝わっており、それぞれ内容をことにする部分がある。成立が古い富士山演技には、村山の王城寺や松大商人が登場しており、これらこれへの富士山演技は、村山主源の中で伝えられたものであるとされることが多い。富士山演技中のかぐや姫の表記には、赤夜日、赤夜姫、夜姫等が認められる。 これら富士山演技は、村山浅間神社や杉田安養寺、東ず泉院といった寺院に伝来し、富士山南六に優位に多い。また、富士山全上図の村山の箇所には、中宮野が記されているが、この中宮野は、富士山演技の書本における、かぐや姫説話の舞台であり、富士山の洞窟へと入るかぐや姫と沖縄、最後の別れを行う場所として記されるところである。 また当時に、寒意の記載があり、富士山演技では、かぐや姫の後を追い富士山に登った帝が諦めて、冠を落としたものがそのまま石になったものだと伝えている。このように、富士宮市を呼び、富士市は、かぐや姫説話の残る地域であり、富士山台演技中の五社記では、滝川神社を、明日か明か夜日誕生のところとしている。他にうれえ、 涙川の説はどうが知られる。このような赤、夜姫が浅間大菩薩の次元として現れる筋書きを持つ富士山演技書本が富士山南六に点在しており富士宮市や富士市はその舞台の地であった。宝暦七年頃に否定される村山浅間神社七社総殿に村山浅間神社の愛殿における祭神が記されているが 浅間神社の祭神として赤、夜姫を挙げている。このように、かぐや姫を浅間神社の祭神とし、富士山演技に組み込まれるだけの由緒があったと言える。明治時代には廃物希釈により登山者が大きく減少した。その廃物希釈は山掃除と称されるほど徹底的に行われ、仏像は破壊され、噴火口や谷底へ投げ捨てられたりしたという。 1906年に、富士山本宮浅間大社から三宮浅間神社を経由する新大宮口が開かれ、この時点でほとんど村山口は使用されなくなった。1930年発行の1、2万5000の国土、地理院地図には、富士山、スカイライン西側の新大宮口登山道と、東側の村山口登山道の両方が記載されている。 1913年にかけす畑口へのバスが開通するとそちらが新大宮口登山道の入り口となって三宮浅間神社を経由する元の新大宮口入り口は衰退昭和に入って1号目まで1953年には2号目1960年には3号目1963年には新午後6日までバスが順次開通し 1969年には、富士山スカイラインが開通し、現在の富士の宮口5号目までバスが通るようになると、新大宮口登山道と、旧バス道は、廃道となった。麓からの徒歩で、登山できるのは、吉田口登山道と正人口登山道ぐらいになってしまった。富士山を世界遺産へ登録する機運が高まると、麓からの徒歩登山道の復活の動きが高まり、 須山口登山道の復活に続いて、村山口登山道も2005年に一部ルートは変わった、ものの完全復旧した。富士宮ルートには6合目で合流する。しかし、明治から昭和半ばまで使用された新大宮口登山道は、廃道となったままである。注釈原点出店。ありがとうございます。